ここいいかしら。そうね、今日はクエン酸サワーもらおうかしら。皆さんこんばんは、山本さやかのスパーク始まりました。今日の寸劇はおしゃれな大人なバーでの寸劇でしたが、まあ、頼んだのはクエン酸サワーっていう、まあ、おしゃれなバーで頼まんでもいいやんみたいなね、なんか疲れてる感が出ちゃっててちょっと恥ずかしいですよね。運動した後なのかな、わかんないけど、まあ、クエン酸サワーならお家とかでも飲めるし、まあいいですよね。私この間あのゼロユニバースの発売記念イベントをね、配信でやらせていただいて、そのトークコーナーでね、あのバーでお送りしたのでクエン酸サワーをねいただきながらトークをしてたんですよ。めちゃくちゃ美味しかったんですよ。それがなんかあの飲んだことなくって、でメニューを見てた時にスタッフさんが美味しいよっておすすめしてくれたんで、じゃあ飲んでみようと思ったらね、美味しかったです。だからあのぜひ皆さん疲れてる時とかスカッてすると思うんでね、ぜひ皆さん飲んでみてください。そんな最近の私山本さやかですが、まあまたねあのちょこちょこ制作をしたりとか、もうね今年も終わりに近づいているっていうことで、来年の話なんかもねスタッフの皆さんとし始めたりとかしてますね。まだ今年も終わってないのにって思うんですけどね、やっぱ先を見ながらね頑張っていかないといけないなって思ってますね。プライベートな方ではまあまあちょこちょこ自炊をしたりとかしてますかね。最近はですね、あのチーズペンネを作りましたね。昔から好きなんですけど、最近よくね料理のアプリを見てるんですけど、そのアプリを見て今日何食べようかなっていうのを決めて、なんかあペンネが出てきたから、あ食べようと思ってね作りましたね。美味しかったです。さあスパーク、今夜も皆さんからのメッセージを募集します。テーマはタイムトラベルできるとしたらいつどこに行きたいです。最近私がハマっている東京リベンジャーズという、漫画がですね、タイムリープ漫画ということでこのテーマになっております。5年前とか10年前、実際自分の生きていた時代のあの時に戻って丸々したいでもいいですし、もちろん未来でも OK です。そして遥か昔、縄文時代、果ては幕末に行きたいとかね、そういうのでも大丈夫です。いつどこなぜを詳しく書いて送ってください。メッセージの送り先はツイッターの方、ハッシュタグ SP813、 そしてハッシュタグ JWAVE をつけてつぶやいてください。すべて小文字です。また番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからも送ることができます。そちらからも待っております。山本さやかのスパーク、今夜のオープニングはインディゴラエンドというバンドのね楽曲になります。たまたまサブスクのねラジオを聞いていた時に流れてきて、あーなんかさすがギターリフがめちゃくちゃいいなーってね、もう入りからね思わせてもらう楽曲になってますね。からのね B メロ落ち着いてからの、まあ、サビっていう流れとかもねすごい癖になる楽曲です。聴いてください。インディゴラエンドで金なく命。金なく命お送りしました。山本さやかがお送りしているスパークマンデー、それでは今夜のメニュー行きましょう。スパークドリーマーのコーナーではなんとケツメイシの大蔵さん、そしてりょうさんが登場してくださいます。もうバリバリ青春ですよね。もう小学生から中学生にかけてからもうねめちゃくちゃ流行ってましたし、めちゃくちゃ聴いていたアーティストの方々です。そんなケツメイシのお二人がですね、今チェックしておかないとやばいよという曲を今日はレコメンドしてくださいます。お楽しみに。そしてスパークと講談社の小説投稿サイトノベルデイズによるコラボレーション企画、山本さやかが心を乗せて読む深夜のほっこりショートコンテスト、こちらも引き続きたくさんの投稿ありがとうございます。
今日もその中から気持ちを込めて朗読していきますので、そちらの方もお楽しみにしていてください。それでは早速皆さんからいただいているメッセージを紹介していきたいと思います。テーマはタイムトラベルできるとしたらいつどこに行きたいですね。これはすごいなんか分かれそうですよね。人によって何を望むのか、どこに行くのを望むのか。ラジオネームキヨさん、さやかさんこんばんは。こんばんは。タイムトラベルできるならですが、歴史が好きで1582年5月にタイムトラベルしたいです。具体的、織田信長の本能寺の変の起こった月です。今も謎が多い安土城を見てみたい。かなり危険で怖いですが、てんてんてんですね。まあ、やっぱね、歴史はちょっと気になりますよね。私もね、明智光秀がめちゃくちゃ好きだったので、あのね、やっぱそこはね、気になるところですよね。実際どうだったのかっていう。諸説ね、めっちゃありますから、実際、あれは誰がやって、どうなったのかっていうのはね、気になるところですよね。めちゃくちゃ危険ですけどね、本当に。めっちゃど真ん中ね、確かにね、もうなんかほんまに家臣とか右腕ぐらいじゃないとね、なかなか見れない光景かもしれないですね。いいですね。続いてラジオネームひなりんごさん、さやかちゃんこんばんは。こんばんは。私は今中学3年生で受験勉強をしていますが、私は英語が大の苦手なので、もしタイムトラベルできたら幼稚園児に戻って英語の勉強をいっぱいしてペラペラになりたいです。私の友達は英語を小さい時から塾に入ってやっていた子が何人もいたので、私もやっとけばよかったなぁと今になって思います。さやかちゃんは英語は得意でしたか？どうやって勉強してましたか？なるほど。確かにね。私は同じように数学がめちゃくちゃ苦手やったから、ね、結構足引っ張ってたけど、戻りたいとは思わなかったな。一生不得意なまんまやったけど、まあ、その他ね、割と結構できたかなって感じやったから、もういいやって思ってたな。偉いね。だからね、ひなりんごちゃんは。やっとけばよかったって思うぐらいですからね。英語はね、割と好きかな。得意ってほどでもないですけど、好きでね、普通に友達とかと、まあ、英語オンリーゲームとかね、やったりとか、あとはお兄ちゃんがね、今オーストラリアに住んでて、もうね、ペラペラなので、オーストラリアに行った時にずっと教えてもらったりとか、お兄ちゃんの友達とね、英語喋ったりとか、英語だけで会話したりとか、してたかな。学生時代も、好きでしたね。受験勉強大変だと思うけど、頑張ってね。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。まだまだお待ちしております。番組ホームページのメッセージトゥースタジオからお願いします。それではここでもう一曲お届けしたいと思います。これはカバーになるんですかね、海外のグループの、皆さんがカバーをされているんですが、ペンタトニックスというねグループの方々なんですけど、めちゃくちゃ綺麗なハーモニーで歌われるんですけど、皆さんそれぞれの技術力というかもうすごいですし、それが合わさった時の、まあ、アベンジャーズ感みたいなねがめちゃくちゃ素晴らしい。声もいいし、ハーモニーとかなんかベース音とかの入れ方とかも上手いし、音とかが飾ってるわけじゃないんだけど、そういう飾りが全部取れた状態で楽曲がめちゃくちゃいいって思えるのってすごいことだなって思ったので、今日はちょっとそれをお送りしたいなと思います。皆さんも知ってる曲だと思います。ペンタトニックスでプリテンダー。ペンタトニックスでプリテンダーをお送りしました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE からお送りしている山本彩香のスパークマンデー。もうすっかりハロウィンも終わって秋もね深まってきていますが、改めてそんなハロウィン当日の夜に行いましたゼロユニバース発売記念イベント、見てくださった皆様ありがとうございました。ライブ&トークイベントでね配信をさせていただきました。すごく雰囲気のいい大人っぽいね場所で、アコースティックでねライブの方は
お届けをしまして、シングル3曲と皆さんからのリクエストでね、いただいた楽曲の中から1曲、Feel the Night をお届けしました。いや、初披露でね、アコースティックっていうのはなかなかこう、勇気がいるというか、緊張感もあるし、なんかこう、大変なところもあるんですけどね。バンドメンバーのね、草刈さん、粉川さんもね、頑張ってくださって、いいアコースティックライブになったんじゃないかなと思います。トークコーナーの方ね、さっきも言ったんですけど、バーでねさせていただいて、もうバーっていうものがね、一度ね、アシットマンさんと制作をさせていただいた時に、大木さんが連れて行ってくださったところがあって、でもそれはみんなで行ったので、なんかもうバーっていうよりかはなんかこう お店みたいなご飯屋さんみたいな感じの雰囲気だったなって思うんですけど、本当にバーっていう感じでね、お酒がずらーって並んで、グラスがずらーって並んで、素敵だ、大人になったなって思いましたね。皆さん楽しんでいただけていたら幸いですね。そしてイベントの最後でね、告知もしたんですけども、来年1月から2月にかけてファンクラブ会員限定のツアーをやります。場所は福岡、大阪、東京の3カ所で開催させていただきます。ツアータイトルはさやか山本 Q2021。 さらに12月23日にはライブブルーレイ &DVD 山本さやかライブツアー 2020α がリリースになります。お知らせがね続いております。また来年ではね、皆さんに会えるのかな、会いたいなって思っています。そして会える予定でね、組んでいきたいなと思っているので、ぜひ皆さん、お時間ある方遊びに来てもらえればなと思います。 DVD の方もね、クリスマスプレゼントとして自分だったり周りのお友達家族だったりにプレゼントをしてあげたりなんかしてくれたら嬉しいです。その他の情報はホームページや SNS などをチェックしてください。それではここで一曲、私の楽曲聴いていただきたいと思います。山本さやかでゼロユニバース。山本さやかでゼロユニバースをお送りしました。それではここでメールをご紹介したいと思います。タイムトラベルできるならいつどこに行きたいですね。ラジオネームマスカットさん。さやかちゃんこんばんは。こんばんは。私がタイムトラベルできるなら、今から約80年後、22世紀の日本に行ってみたいです。なぜならドラえもんの世界みたいに日本もなっているのか見てみたいっていう気持ちと、もしなっていたら秘密道具を使ってみたいからです。未来パターンですね。いや確かにね、だって30年とかでも絶対だいぶ変わってますもんね。80年ってなったらもうだって3世代ぐらい後みたいなことですもんね。もっと後かわかんないけど、どうなってるんでしょうね。私が27歳で小学生、まあ、だから15年前とかでもめちゃくちゃ変わってますもんね、いろんなものがね。確かに、あんま私はね、自分がどうなってるかっていう未来はあんま見たくないけど、めちゃくちゃ先やったら確かに気になりますね。どうなっててほしい。私がもう常々思ってるのは、車がもう空を走っててほしいですよね。なんかもうそうなったら渋滞とかなくなるんじゃないかなって思うんですよね。道路もね、まあ増えてはいますし、下道とか上とかありますけど、もっとなんかね、自由にね、飛べたりとかしたらね、移動方法も増えたりとかして、いいんじゃないかな。だって今飛行機とかね、ヘリコプターとかありますけど、それがなんかもっと身近なものになっててもおかしくないですよね。皆さんメールありがとうございます。山本さやかの J-WAVE スパークマンデー。お知らせの後はスパークドリーマーのコーナー。なんとケツメイシから大蔵さん、りょうさんが登場してくださいます。緊張します。まだまだスパーク続きます。寝ないでくださいね。この後も1時までよろしくお願いします。六本木ヒルズ J-WAVE から山本さやかがお送りしているスパーク。それではこちらのコーナーに行きましょう。スパークドリーマー。このコーナーでは
さまざまなジャンルの音楽先生が登場。私に今チェックしておかないとやばいよという曲をレコメンドしていただきます。お迎えしたのはこのお二人です。どうもどうも。安心安全を第一に。はい、ケツメイシの大蔵でございます。信頼安心第一、はい、安心安全ですね。頑張っていこうかなと、はい、はい、思っておりますけれども、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ケツメイシの大蔵さんとりょうさんですね。よろしくお願いします、はい、先生はねちょっとまずいな。音楽先生、大先生でございます。まずいです。いや、ありがとうございます。光栄です。そういう先生結構いろいろ自分でプレイされるんですよね。あ、そうですね。一応やってはいるんですよ。自分たち楽器はこれっきりですからね。あ、僕はできますよ。大さん、幼少の頃からね。幼少の頃から。少々ピアノをやってた、ね。はい、鍵盤の方だけ。弦はちょっとダメでしたけどね。いやいや、もうそれで曲ができてきているならば、それはもう。いや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 。93年に結成をされたじゃないですか。はい、93年生まれで私。あらあら。そうなんです。そうですか。はい、もう小学生から。今27で。キャバクラじゃないんだからね。人の名前聞くんじゃないよ。名前じゃない、年齢を。自分のさ娘が21なんですよ、うん、あ、じゃあもうついついちょっと比べちゃうの。そうですね、なるほどね。近いですね。そういうあのいやらしいあれじゃないか。調査じゃ確認なんです。いやいやいや、もう本当に昔から聞かせていただいています。ありがとうございます。いやいやいや、もう光栄です。今日はですね、ケツメイシの大蔵さん、りょうさんにお越しいただきまして、はい、いろいろとお話を伺っていきたいなと思っております。ありがとうございます。このコーナーではですね、はい、お二人からレコメンドソングをセレクトいただくということで、うん、今日は先生と呼ばせていただきたいと思います。先生は困りますよ。先生は言われることはないですか。言われたことはないですね。あ、本当ですか、はい、もう先生っていう、もうこれやった俺この前。何やった？向こう側女子大っていうところで先生やりました。あ、一日先生。あ、はい、そうなんですね。一日先生、しくじりなくてちゃんとしたしくじってないですか。ちゃんとしたやつやりました。それは音楽で。音楽っていうか、うん、まあ人生論ですかね。かっこいい、どうにでもなるよ。アラフィフが。アラフィフが。あ、かっこいいですね、それは。ちょうどそうです。ちょうど娘も留年したばっかりだったんで。君たちも留年しないようにして。寮の単位はみんな S っつってね。あ、S 一番いいんです。さようならって書いてきました。あ、スーパー、スーパーいいの S。そうです。あ、嫌われちゃうからね。すぐね、欠席とかね、点数下げると。嫌われるってね。しょうがないです。学ぶとこなんだからさ。そうですね。2対1ですか、これ2対1 ダメですね、はい、いいお話が聞けたとみんな思ってるんじゃないですかね、はい、ちょっと適当ですけど、あれ今適当でしたよね。適当に流すと結構相手に伝わりますよ。はい、それ気をつけて。おじさんからそれは忠告です。あ、じゃあちょっと深く掘り下げていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ちょっと先生らしいとこ垣間見えましたね今。そうですね、はいはい、注意が。めんどくせえじじいだなと思われなかった。いや、もう全くです。気をつけます。なんか居酒屋トークみたいなやめてくださいね。はい、すいません、はい、ついつい出ちゃうから居酒屋が。すぐ説教ね。はい、俺の時代はこうだったんですか。いや、何でも教えてください。それは今が最高です。進めましょうか。進めましょう、はい、先生として。お二人にはですね、はい、2週連続来ていただくということで。あら、まずどうだろうな。どうすか。あれ、無理ですかね、うん、そういうパターンも。16でしょ、うん、そうなんですけど。16か、日本語か。すいません、ちょっと聞いております。進行そうですから、ここ、ね、ごめんなさい。俺らなんか横でガチャガチャ言って。行きましょう。邪魔かって言われちゃうんだよ。どうしたカットされるだけですから。口にチャック、はい、自分チャックしてます、はい、無理だなって思ったらぶった切っていきますので、はい、言うね言うね、はい。ですので、はい、1週ずつお二方にそれぞれ紹介していただきたいなと思っていまして、今週は大蔵先生から。なるほど。今チェックしておかないとやばいよというおすすめの曲をセレクトいただきたいと思います。それでは、まあ、これはすごくベタなんです、うん、ベタっていうか、まあ、もうすごく有名で皆さんも知ってる曲かなと思いますけれども、うん、ダディ・ヤンキー先生、うん、ダディ・ヤンキー先生、はい、誰ですかそれは。どこの大陸の方ですか。僕結構DJ とかクラブでするんですけど、はい、それでもよくかけたりとかしてまして、うん、ちょうど2004年ぐらいだったかな、うん、レゲトンブームが来たんですよ、うんうんうん、カリブ海の方ですか、はい、プエルトリコの方ですね。あ、なるほど。それでやっぱりもうアメリカの曲が主流の中でスペイン語で結構こうラップしたのがこうチャートに入って有名になって、でもどこのクラブ行ってもガソリーナっていうかかってた。お前のガソリンやってみんなこう。テキーラ飲むの？それで。テキーラじゃないですけど、そういうなんか日本語で変えたりとかするか。そういうノリがもう俺苦手なのよ今。いや、だテキーラは言ってないですよ。うん、うん、大丈夫。あら、急にテキーラきついの知ってますから大丈夫です。そうそう、ダリアンキーさんはでもね、うん、年齢的にもね僕らとあんま変わらないぐらい、うん、で今でも
マダム第一線でやってまして、うん、ちょうどそのデュラっていうのがちょっと前に出て、うん、もうすごい夏の感じのレゲトンの、うん、そういうこうフローとか雰囲気とかを、まあ、今後の楽曲制作に活かしてもらうのもいいのかなとか、うん、あ、私のですか、はい、なそういう夏感、考えていただいて、夏なかったじゃないですか今年ね、特にね、そうですね、だから来年夏ちゃんとこうね、うん、日本も気持ちよく夏を迎えられるようにっていう、うん、なんかそういう楽曲もいいのかなって。で、グラミーとかもね、撮ってたりとか、うん、はい、ね、曲の名前が出てこなかったの、二人でやってた、何でしたっけ、あれ。フリスタルゲーム。デスパシード。フリスパシード。はい、めちゃくちゃ有名です。うん、それは、どこの方、その人だ、どこなんだろうな。ジャマイカの方、二人でやってるんですよ。ジャマイカの方、ダリアンキーを今、今日は紹介して、もうその人ね、どこだったか忘れちゃいました、僕は。二人で。あんまね、いろいろ言われてもね。そうなんですよ。だから、ダディ・ヤンキーさん、覚えていただければ。で、いろいろ探せば、いろんな曲も出てダディ、お父さんのダディ？ダディですね。ダディ。ダディ。D-A-D-D-Y ですね。ダディ・ヤンキー。ダディ・ヤンキーさん、ぜひ、うん、知ってる知ってるって聞いてる人もいると思いますけど、うんうんうん、そうですね、改めてちょっと、こう、歌としてさらっと聞くよりも、なんかこう、うん、自分に何かこう、フローとか、うんうん、なんか海外のノリとかを、うん、そういう風な意識で聴けると、ちっちゃけレゲトンです。そうですね。あ、ごジャンプ、そう、ダンスホールレゲエに近い、うんうんうん、どっちが好きですか、ああいうゆっくりしたレゲエと、うん、いわゆるこう言葉を畳みかけるようなナガマフィンみたいなの。あ、もうそういうのもいいですよね。でも何でも聴いた方がいいと思いますよね。そうですね、はい、食わず嫌いせず、はい、はい、ぜひちょっと一度聴いてみたり、あと YouTube 見れば、うんうん、いろんなミュージックビデオも入ってますんで、はい、ぜひ、あ、この人ねみたいな、最前線で頑張ってるダディさん、はい、紹介させていただきました。ダディさん、じゃあそんなダディさんの楽曲を早速聞きたいと思います。はい、ケツメイシの大蔵先生のレコメンド先生です、はい、曲紹介お願いいたします。はい、じゃあ聞いてください。ダディアンキーでデュラ。メグスタミレゲ。ダディヤンキーでデュラお送りしました。はい、ちょっと夏、ね、はい、うん、あまり普段聞かないジャンルだと思いますけど、そうですね、はい、なんかちょっとこう、うん、夏感とか、うん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 、はい、世界観がやっぱ強いんで、その辺も見えてきますもんね。見えましたか。はい、じゃあいい先生だったということで。見えた、夏ビーチ見えた。ビーチ見えましたよ全然見えなかった。マジっすか。聞いてなかったですねあんまり聞いてなかったですよね。まあこれ2年前にも車の CM で、ね、最近なんですね、はい、はい、使われたり、結構なんかクラブとかでも、クラブでは僕はよくかけますね、うん、これは。あ、じゃあもうその界隈ではもう本当に有名みたいな、はいはい、有名ですね。あ、そうなんですね。ダディさん、あ、素敵な楽曲ありがとうございます。はい、ぜひ何かに活かせることがあります。はい、聞き込みたいと思います。はい、大蔵先生ありがとうございます。この時間はスパークドリーマー、ケツメイシの大蔵さん、りょうさんをお迎えしています。はい、そんなケツメイシさん、この一文字でさやかって読むんですね。あ、そうなんですよ、もうまず読まれないですね、初対面では。確かにね。あ、あやとね、ストレートに読む。あ、あやさんか、さいさん、あやさんかと思ってたらさやかなんです。ちょっと無理やり、いいお名前ですね。ありがとうございます。うんうん、大蔵ってそのままだもんね。はい、何のひねりなし。いや、量もですよ。そうなの、はい、そんなお二人で、はい、今日はゲストでございます。やりづらいと思いますけど、すいませんが、はい、いえいえ、11月4日に両A面シングル「スーパースター」と「よく笑え」をリリースされたということで、宣伝ですね。こちらは宣伝のコーナーでございます。ぜひビジネストークでね、伺いたいなと思うんですが、はい、あの「スーパースター」がアニメ「クレヨンしんちゃん」の主題歌、はい、「よく笑え」が映画「フードラック」の主題歌ということで、はい、はい、こちらはそれぞれどういった楽曲になってますか。まあ、スーパースターのクレヨンしんちゃんの、うん、主題歌になっておりまして、うん、土曜日事務所のね、はい、テレビ朝日系列の、うんうんうん、もう先輩のね、はい、ズブズブの関係なんです、はい、ズブズブの癒着ですか。癒着感ありますね、はい、しんちゃんなんて呼べないかというとね、しん様です、はい、まあ、4年前に実は映画の曲をやったんですよ、うん、まあ、そこからそろそろどうなのかなみたいな、揉み手が、揉み手が入る、揉み手がね、はい、運なんですよこれ。あ、ね、前の映画も決まってたのがなくなったんですよ、曲が。おや、うん、それで俺らにできるって来て、うん、やりますっつって、あ、それもご縁、うん、はい、今回も、今回は多分今回もまあ
ご縁、タイミングでね、うん、でもね、まあ、その結果があってこそではないですか。いや、まあ、運とご縁だけでここまで来てますからね。でもね、この世界はそうやって言いますよね。ご縁とお人柄でね、人柄もなんとかね。いや、それが全てだと思いますよ。ありがとうございます。はい、でよく笑いの方は、うん、寺門ジモンさんの初監督の映画でございまして、うん、そうなんですね。これがね11月の20日に、うん、まあ、公開っていうことで、うん、そちらの、そうなんですよ、寺門さんの方も、うん、以前僕らのトムヨっていう楽曲が、うん、そのしんちゃんの、はい、で出ていただいたんですね、うん、お友達だよねみたいな、はい、感じのから逆オファーで今回、映画のお話をいただいて、でも見て、もう焼肉のね、人脈だけで来てるね。そうですね、ご縁です。でもなんかね、そういう一つ一つのご縁がしっかりその先につながっていくのがね、ありがたい、うん、だから人にはよくしといた方がいいですよ。先生、僕がちょうど CD 初めて出したのがちょうど28時とか7とか、うん、この頃の人たちがすげえ偉くなってたりするんですよ今。あ、そっか、助かるよね、うん、だからそうね、学生時代のね、何にも頼んでないのに曲流してくれたりとか、うん、そうなの、ね、結構あるんで、偉くなってますね。なかなかの人見知りなので。そうですか。はい、あんま得意ではないんですけど、せっかく教えていただいたのでちょっと頑張って。笑顔と感謝だと思います。あ、はい、そうですね、はい、だと思います。それを挨拶です。うん、挨拶、笑顔、はい、感謝、はい、わかりました、はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。決命師の大蔵さん、りょうさん、何の話だったんですか。来週もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、今日はありがとうございました。ありがとうございます。決命師さんの楽曲でお別れしたいと思います、はい、曲紹介お願いします。はい、あ、もう一回かけてくれるんですか。はい、あ、じゃあいいんじゃないの、もう、ね、いやいや、もうぜひぜひ、そういう場ですので、せっかくですから、はい、クレヨンしんちゃんの主題歌の方をかけさせていただきます。決命師でスーパースター。ほら、あふれ出してる。決命師でスーパースターお送りしました。山本さやかのスパークマンデー、皆さんからいただいているメッセージ紹介していきましょう。テーマはタイムトラベルできるとしたらいつどこに行きたいです。みこさん、タイムトラベルができたとしたら13年前の自分に会いに行きたいです。うん、私はかつてバスケットボールに打ち込み負の強化選手に選出されたこともあります。3年の春から足の調子が良くなかったのですが、夏の引退試合へ向けて必死に練習していたところ、足の甲の疲労骨折と膝関節に水が溜まり、ドクターストップ。私は引退試合をベンチで3年間に思いを馳せて声を出すしかありませんでした。あの頃の自分に休むことの大切さ、無理した時のリスクを伝えたいです、うん、できることならばさやかちゃんのアゲインストを未来から過去の自分に送ってやりたいです。そっかー、まあでも確かにやっぱこう向かう目標がある時ってどうしてもそこにこう突っ走ってしまうというかね、そのためにやらないとって思ってしまうからね。そこがね、なんかかっこいいところでもあるんですけどね。やっぱ止められたら余計なんかこう、いや、やるんだっていうね、気持ちになったりとかもするもんね。でも、それでしっかりね、応援してあげるところがね、優しいですよね。自分も悔しかったと思うのに。私もね、なんか若い時、まあ27歳でまだ若いかなと思ってるけど、だんだんね、なんか無理したら無理した分だけガタが来るかなって思うので、もっと若い時はね、本当にしたいだけ無理しててよかったかもしれないけど、だからね、自分の体みんな大切にね、しながら、いろんなことにね、頑張っていけたらいいなって思います。みんな頑張りましょう。それでは、そんな風にね、言っていただいたので、私の楽曲聴いていただきたいと思います。山本さやかで、アゲインスト。山本さやかでアゲインストをお送りしました。スパークマンデー、山本さやかです。ではここでスパークと講談社の小説投稿サイトノベルデイズによるコラボレーション企画いきましょう。題して、山本さやかが心を乗せて読む深夜のほっこりショートコンテスト。第1弾のお題は物のつぶやき。続々と投稿増えております。ありがとうございます。今日紹介させていただくのは
カーサンさんの作品、デジタル化？では、朗読していきたいと思います。今はデジタル化なんだってね。僕がいなくても言葉が残せる。指を動かせば文字が出てくるし、声を出しただけでもパッと現れるらしい。すごいよね。確かに僕のこと忘れてる人いっぱいいるよな。デジタルじゃなくたってライバルが多すぎて嫌になるのにさ。でもあなたはいつも僕で言葉を残してくれるよね。この方が味が出るって嬉しいな。それと同時に歌ってる。届けたい思いがあるんだって。それを今こうして僕を走らせてる。何度も何度も友達に邪魔されたりするけど、また新たな言葉を足してくれる。どうすれば思いをうまく伝えられるだろうと、何度も何度も。今日は仕事で嫌なことあったのかな？力が強めだったり、あれ？眠いのかな？ぐにゃぐにゃして文字ではない何かを書いてたり。嬉しそうだな。ハートマークなんか書いちゃって、僕までニヤニヤしちゃうよ。僕を握ってる時のあなたの心が読めてくる。これはデジタルになんか負けてないよな。あなたの気持ちに寄り添えるんだから。どんどん僕で言葉を書いていってほしい。最終的にはデジタル化するんだろうけど、僕も一緒に作り上げたんだってことは自慢してもいいよね。いつも大事にしてくれてありがとう。僕もあなたの思いを大切に書いていくから。僕の身長がちっちゃくなるまで、いっぱいいっぱい言葉を残していこうね。鉛筆より。小袋で手紙お送りしました。ショートストーリーをイメージして選曲しました。どうでしょうか。今日のほっこりショートストーリーはカーサンさんのデジタル化でした。これもまたすごく鉛筆さんの気持ちが伝わってきて、切なくもなんかこう関係性がすごく汲み取れるようなね、素敵な内容だったんじゃないかなって思います。大切にね、鉛筆使っていきたいですね。私も普段は、まあ、携帯を使うこともあるんですけど、鉛筆でノートにね書き出していることもあるので、その時はねこの母さんさんのねストーリーを思い出したいなと思います。母さんさんには副賞もお送りします。ありがとうございました。こんな感じで引き続き皆さんからのショートストーリーを募集しています。お題は物のつぶやき、ギター、星、ネジ、スマートフォン、メガネなどなど、人間以外のものの気持ちになってそのものの視点でのつぶやきを1000文字程度で書いてください。必ず最後にそのものが何であるかがわかる一行を入れてください。詳しい規定や送り先などは番組ブログにアップしていますので、必ずチェックしてから応募してください。山本さやかのスパークマンデー。お知らせの後はエンディング。もうちょっと。J-Webから山本さやかがお送りしてきたスパークマンデー。そろそろお別れのお時間です。今日も早いですね。なんかツイッターとかでつぶやきながら聞いてくださってる方もみんな早いみたいなねリアクションをくださっていて嬉しいです。皆さんありがとうございます。
そして次回のスパークマンデーのメッセージテーマはなりきり選手権。アゲインストを聞くとエアドラムをしてしまう番組ディレクターさんドラマにねなりきっちゃうそうですね。まあありますよね。そこで皆さんからついつい丸々になりきっちゃうというものを募集します。あのドラマのワンシーン、あのライブのパフォーマンス、芸人さんのネタ、はたまた誰にも伝わらないけど近所にいる癖の強い店員さんなどなど、ついついなりきっちゃうものを送ってください。そして普通歌も随時募集していますので、そちらも合わせて番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからお待ちしております。なんかなりきっちゃうもの、私なんだろうな。まあでもやっぱ身内ネタみたいなのは多分みんなありますよね。近くのあの癖の強いスタッフさんとかの喋り方とか、なんか歩き方とか、そういうのはなっちゃうかな。あとエアドラムもすごいわかりますね。あのプレイを見るとエアギターとかしちゃいますよね。あのうちのサポートをしてくださってるバンドのねギターの草刈さんっていう方がいるんですけど、あの本当にギターソロとかね結構あの集中するとねすごいんですよ。なんかもう、あ、もう上下ねめちゃくちゃ揺れてね髪の毛ブワーみたいな、かっこいいんですよ。かっこいいんですけどね、それをね見てあのみんなでちょっとね笑いながら真似をしたりとかねしてますね。学校の先生とかね、今思えばもう宝庫ですよね、あんなところで変わった方もね面白い方もいっぱいいますよね。ぜひぜひねそういうのお待ちしております。皆さん、さて明日のスパークはボルカドットスティングレーのしずくさんが担当、そしてこの後1時からはキングスプリス、月曜日はトマレが担当です。引き続き J-WAVE で楽しんでください。それではまた来週お会いしましょう。山本彩花でした。バイバーイ。